鳥居変額の土佐一宮は、この絵踏丸の筆。土佐神社は、高知県高知市一宮市根にある神社。式内社、土佐国一宮。旧社格は、国平中社で、現在は神社本庁の別表神社。高知市北東部、南国市へと通じる大阪越えの再録に鎮座する。日本書記や、 土佐国風土器の記述で知られるように古代から祀られた古社で中世、近世には土佐国の総神寺として数形された高知県を代表する神社である。代々の領主は土佐神社に対して数形が厚く、現在の主要社殿は戦国大名の長祖壁元地下による造営、楼門、古老は土佐藩、 第二大藩主の山内忠義による造営で、いずれも国の重要文化財に指定されている。また祭事としては、土佐三大祭りの一つとして知られる霊祭、死根ねじ祭が古代から続き、神宝としてはワニ口、農面、道教等を伝承している。現在の社名、土佐神社は、明治の改章によるもので、それ以前の資料では次のように表記される。中世、 近世には一般に、高家も大明神と称されており、一部には、一宮大明神とする資料も見られる。この、一宮は、土佐神社が、土佐国の一宮であったことに由来するもので、土佐神社周辺の地名に、現在も使用されるが、土佐では、一区と読まれる。明治4年、国兵駐車に列するに際し社名を、土佐神社と改称した。地元では、品根、 様とも称されている。祭神は次の二柱。中世における祭神の本事物は、阿弥陀如来。口述のように、古くから祭神として、味好き高彦根説、一言主説が存在するが、現在は、上記のように両説を取り祭神二柱としている。上、高下も神社した、カツの一言主身者いずれも奈良県五世市。それぞれ山とカツ地方にて、 味好き高彦根神、一言主神を祀る神社。土佐神社の祭神は、古くは、日本初期、天武天皇四年城や主張元年城で、土佐大臣として、地方神としては珍しく、大輪の称号を付して記載された。この土佐大臣の祭祀には、在地豪族である宮の主導族の土佐国像が、当たったと考えられている。年代から年代の成立に、 なる、土佐国風土記の一文では、土佐の軍。軍家の西の堅いくこと四里に、土佐の高家者をこそあり。その神の名を一言主の御事とせり。その祖はつまびらかにあらず。一説に曰く、大穴六道の御事の子、味高彦根の御事なりという。尺に本気書院、土佐国風土記一文とあり。この頃には、人格神として一言主説。 味好きか彦根説が存在した。この一言種、味好きか彦根とも、山とカツ地方で、カモノ氏が放災した神々とされる。なお、土佐国風土器の別の一文では、土佐大臣には、おこかみとして天が命が、さらに、天が命には、娘神として清川姫命があると記されている。これら天が命、清川美命については、式内者のカツ男、 神社、葛城神社に否定する説がある。下って、俗日本紀、天平法寺八年城では、山と葛城山で、有力天皇と出会った、高鴨神が、天皇と領を争ったがために、土佐に流されたものの、鴨の死の先祖神であったことにより、天平法寺八年に、山と国くず神氷の本所に戻し祀られたと、見える。また、尺日本紀初因、小読み録では、 葛城山で、一言主神が、有力天皇と出会ったとし、一言主は、土佐に流されて、土佐甲賀茂大社に祀られ、天平法治8年にその心霊を葛城野に戻しまた、祠を建てるにあたり、心霊の日記玉は、土佐に留め祀ったとしている。これらの記述以後土佐神社祭神に関しては、一言主説、味付き高彦根説、一言主。 味好きか彦根道一新説などが展開された。このような有略天皇と一言主の説話は古事記や日本書記にも記されるが、両書では土佐入るの記述は存在しない。この事実から近年の研究においては危機の説話が原書とされ、俗日本記や尺日本記の土佐入る部分は後世の負荷とみられている。その背景としては、その間に、 山とカツ地方の豪族である鴨モノ氏が土佐に勢力を及ぼし、土佐国造の祭る土佐大臣に鴨モノ氏祖先神の神格を加えるにあたり、土佐大臣の鎮座丹に有力天皇のカツの説話を組み込んだと想定される。また、一言主や高鴨神には共に入る伝承があったため、土佐大臣に 合わせ祭りした神として一言主、味好き高彦根の異説が生じたとする説もある。なお、仙台旧寺本義に見える、土佐国造祖の勝率足にが、鴨野市の系府に連なると見られることから、原始祭祀を担っていた土佐国造自体にも、鴨野市の進出を受け入れる素地があったとする説も、上がるが、土佐の鴨野市自体が土佐国造族の土佐君が、改正したものと見る説もある。 有力天皇と葛城ラさんの多い、尺日本紀書院、小読み録によると、有力天皇4年2月に天皇が、山と葛城山にて狩りをしている最中、天皇は一言主審と出会ったが、その不尊な言動により一言主審を土佐に流した。流された一言主審は、土佐においてはじめ、鴨のの字に祀られ、後、土佐公鴨大社に戦死された。そして、天平年に、 鴨野氏の倉庫によって一言主審は、山和国の、葛城山東閣を、宮岡登に移されたが、その阿弧はなお、土佐国に泊まり祀られている、という。土佐神社側では、この記事をもって、有略天皇四年を、神社の創建と伝える。はじめに鎮座した、鴨野の,の字の否定地には、西方の鴨神社、鴨神社、なるム神社など小説があるが明らかでない。 前述のように、歴史的には、在地豪族の土佐国造が土佐大臣の原始祭祀を行ったが、鴨野市進出に伴いその祭祀権は鴨野市に移ったとされる。この土佐国造の本拠地には諸説があるが、土佐国風土器一文で土佐港鴨大社の東四里に土佐軍の軍家があると見えることから、この軍家は国造の館を踏襲したと推測して、 一宮周辺に否定する説が有力視される。一宮周辺含め土佐国像の領域では古墳時代後期の多くの古墳の分布が知られる。なお、土佐神社境内の東北辺に祀られている歴史に関して古くはこれを岩倉として祭祀が行われたとする説がある。その他土佐神社付近にも古墳に木があったことが知られる。史実として国史に 土佐神社の記載が見えるのは、日本初期、天武天皇四年上が初見で、土佐大臣から天皇に神方な一口が、献上されたという。これは、レガリアの献上、すなわち、土佐大臣法裁氏族の朝廷への服属を意味すると、返されている。また、同書市長元年8月上によると、朝廷から、畑見奇跡賞が派遣されて、土佐大臣に、 法兵のことがあったというの白鵬自身及び、主張元年6月からの天武天皇の体調悪化に対応する法兵か。俗日本記では、天平法治8年上に、前述のように、高鴨神の土佐入る伝承が見えるほか、新昇各直府省では、天平神五元年に高鴨神に加えられた神風53個の内土佐国に20個と記載が見え、 中央の鴨の死との関わりが示唆される。天安3年1月には、土佐坂見の深海が15位下から15位上に少女されている。長官官門によると、上平5年の海賊平定期間に功があったとして、天行3年に全国13社に少女のことがあったが、その中で土佐の甲鴨神は小一くらいの極位に助せられている。延長5年成立の 演技式新明帳では、土佐国土佐軍に土佐座神社大と記載され、式内大社に列している。土佐国においては唯一の大社になる。また、和名称に見える地名のうちでは、現鎮座地は土佐軍土佐座とに否定されるほか、土佐軍神戸号は土佐神社の福子に関連する公名とされる。百連章現人元年上によると、王風によって、 土佐国一宮の神殿以下が一雲を残さずに点灯したという。再建は不明。中世以降に土佐神社は土佐国において一宮の地位にあったとされるが、それはこの記事を初見とする。県務三連には南朝、北朝勢力の合戦が一宮であったという。その後はつまびらかでないが、文献によれば神職の武士かとみられる執行士の存在が見えるほか、 中世紀の神社一帯には、一宮省という荘園が形成されていたとみられる。また、土佐物語では、天文年間に神職75人が、長祖壁国地下に降伏したと伝えており、この頃から、長祖壁氏を支持する勢力になったと推測される。戦国時代には、永正6年頃の元山氏によるお向上信仰で、一宮村が焼かれ、土佐神社社殿も炎焼により、 本殿以外ほとんどを消失したという。これを受けて、長祖壁元地下は A60 年から社殿再建に着手し、元気二年に現在の本殿、平殿、廃殿が完成した。その再建工事の所約には、高知平野の家臣が上下問わず、課されている。また、長祖壁地検庁によると、この頃の車両は、市宮村をはじめとして、あざみや、石殿、布下、かもぶ、 石立、バン,バン、朝倉、大高坂の各村に分布した。江戸時代に土佐藩を治めた山内氏も土佐神社を数計し、第二大藩主山内忠義によって、寛永八年に楼門が、慶安二年に古老が造営されて、現在に残っている。また、山内氏は、長我壁氏が土佐国分寺で始めた専伏業修行を土佐神社において再興し、 毎年10月6日から12日に、これを行っていた。江戸時代の車両としては、一宮村で7国8都8あざみの村で79国などと見える。明治維新後、明治4年に社名を、土佐神社と改称し、近代社格制度において、国兵中車に列した。戦後は、神社本庁の別表神社に列している。なお、2003年度には、境内西側で、 発掘調査が実施され、自社に関連する中世紀の屋敷地が検出されている。楼門をくぐって、正面奥に当社、右側に、全学寺、長祖壁地県庁では、新職として執、執行、執刀、主頭、礼夫、官主、太夫、宗、一与章などの記載が見える。近世の新職は、皆、山州によると執行、官主、一与章、陰部三人、 宮市四人、社人の計二十五人であった。また、別当寺は、筆頭別当の神宮寺と、自席別当の長福寺とが担っていた。明治初期に廃仏希釈により、両寺とも廃寺となり、神宮寺の本尊であるとともに、土佐神社の本寺仏である、阿弥陀如来像と誤魔道の不動明王像と、大師像国分寺に、移り座、そして、いち早く復興した安楽寺がその、 阿弥陀如来像を引き取って、四国八十八箇所第三十番札所を名乗り、神宮寺は復興されなかった。善楽寺は昭和5年に復興し、不動明王像と大師像を国分寺から移し、こちらも四国八十八箇所第三十番札所を名乗った。その後、六十四年間が経て、阿弥陀如来像はそのまま安楽寺に所在し、本尊法案令状となり、札所は、 全学寺となる。なお、この全学寺では、土州一の都、加茂大宮宮名を有する天文十八年の、銅像阿弥陀如来掛け仏が伝生される。本殿前面に平殿が接続。現在の主要社殿は、室町時代後期の戦国大名長祖壁、元地下による造営。旧社殿が、元山市によるお向上信仰の陛下で消失したため、 元親が四国平定を記念して、永六十一年に再建に着手し、元気二年に完成したとされる。主要社殿は本殿、平殿、拝殿からなり、本殿前に立つ平殿と拝殿は平面に十字型をなす。これらは本殿を頭としたトンボが飛び込む形を表す入りかげろう形式と言われ、戦からの外戦報告を意味するとされる。 土佐神社独特なものである。これらの本殿と平殿、廃殿はいずれも国の重要文化財に指定されている。なお、若宮八幡宮では、出陣に際しての戦勝祈願を意味する、出かぎ形式の社殿が、同じく、元親によって造営されている。各社殿の詳細は次の通り。古老境内には、その他神子今殿、和抜け払い所、社務所等の社殿がある。 歴史的土佐大臣は、この石を投げて、鎮座地を選定したと伝える。境内、境外に残る旧石は次の通り。拙者の三社、ことしろ主神社、西御前社、大国主神社。明無神社社記によると、江戸時代初頭まで、土佐神社の祭事は、年間75度あったというが、その後は27度となったという。現在の主要祭事は次の通り。 所在地交通アクセス周辺注釈、原点出典書籍サイト、ありがとうございます。